判定の結果、ボールアウトでした。チャレンジは失敗です。ウルフドッグス名古屋のチャレンジはあと2回です。チャレンジは失敗です。ご覧いただきましたようにセットカウント3対1で東レアローズが取りました。それではここでこの試合に勝利した東レアローズの9番富田翔真選手にお話を伺います。まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。
アウェー2連勝ということで、今日の試合振り返ってみていかがですか？やっぱ今日クリスが誕生日なので、チームみんなでプレゼントあげようと思って頑張りました。そうなんですよね、本日バダル選手の誕生日ということで、誕生日を勝利で飾ることができました。今の気持ちをお聞かせください。2セット目苦しい展開だったんですけど、3、4セット目しっかり東レらしいバレーができて、勝つことができたのでとても良かったと思います。富田選手はサービスエースもよく決まっていたかと思いますが、今日の自分のプレー振り返ってみて、点数をつけるとしたら何点つけますか？大体80点ぐらいかなと思います。合格点ということでよろしいでしょうか？はい。とても活躍が光っておりました。まだまだ V リーグ続いていきますが、次の試合に向けての意気込み聞かせていただいてもよろしいでしょうか？はい、来週1週間空くんですけど、その後 FC 東京さんと試合があるので、まだまだ勝っていきたいと思います。それではアウェーのこの会場に東レアローズのファンの皆様もたくさんいらっしゃいます。会場のファンの皆様へメッセージお願いいたします。2日間にわたって応援ありがとうございました。まだまだリーグは長いので、これからも応援よろしくお願いします。今日の VOM は富田選手でした。富田選手に今一度盛大な拍手を送ります。